はい、じゃあ、みーちゃん、百切り企画の時の後半のコメント読みをしていこうと思います。まずは髪の毛を結んでゴルフの集中力をアップしましょう。そうです。さっきもあの同じようなあれがあったんですけど、そうですね、今日は結んでるんで、集中はしてるんですけど、ちょっとあの髪の毛結んだけど、ちょ本人の問題も、あ、失礼しました。次いきます。あ、これは嬉しいですね。みゆ、ちゃんの企画終わるの悲しい。これが楽しくてチャンネル登録してるのに。嬉しい。やばってことはもう解除してますよね、チャンネル登録。してますよね。じゃないと終わるって言い切ったっけ。嘘になり、まあ、企画は終わるけど、また何かあったら出てくださいねみたいなエンディングにはしたような気もしたけどな。でしたっけ。じゃあでも実はこのコメントを見て、今回そのファンウェイさんのその女性用のウォッチが出て、あ、みゆちゃんそういえばそういうなんかコメントいただいてたなと思ってなったんですよ。ありがとうございます。コメントいただいた方ありがとうございます。今回もお待ちしてます。そうだね、感動ですね。嬉しい。じゃあやっぱ見られてるってことで、はい、パー行きましょう。パー行きましょう。見られてるから行きましょう。押す押す。同門125ヤードだって。でもドライバーしか無理だもんな。いやもうそのやりますわ。見てくれてる方が一人でもいる限りベストを尽くして。かしこまりました。あーでも確かにそうよね。うん、100ドライ…そう、122ヤードって書いてあるから、ちょっとドライバー上大きいよなと思いながらも、でも他の番手では届かずが…もっと短く持っちゃえば、ロゴぐらい。うん、それでピン狙うとバンカー怖いから、うん、そのちょっと左ピンと左端の真ん中ぐらい、はい、でそれでしっかり打っちゃっていいと思う。なんかそれでオーバーしちゃったらしょうがなくない。はい、ナイスショット、うん、高さも出てドーン。まあドライバーだからしょうがない。オーバー。頑張った頑張ったですね。ちょっと次のアプローチだな、頑張らねば。こうなってくるとあれだね、フェアウェイウッドとか打てるようになるといいね。フェアですね。でもあれかな、UTT ちゃんと当たればってところだったのかな。まあ、確かにそれ言えてる。ユーティリティティアップしていったらいけたかも。はい、ちょっと奥まで行ってましたね。まあまあまあ、でも許容じゃないです。うん、こういうの難しいよね。難しい。頑張ってもらって。うん、下がってるからな。うわー強かった。止まれ止まれ。止まってるよね。あ、こぼれた。耐えた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 。おーよかった。いやこれ難しいよ結構。本当距離感とか慣れてる人じゃないと。だいぶ傾斜あるしな。でもこれで2オンでしょ。うん、ナイスナイスナイスナイ ス, ナイ ス, ナイス。これ強気のロングパットでいいんじゃないですね。僕に当たるぐらいで OK。 あのギリギリね、ギリギリ当たるぐらい。当たるんじゃないよ。ギリギリ当たるぐらい行ったのに、すげえ遠くまで行ったぞ。だって当たる、あれちょっと当たるじゃん。じゃあギリギリ当たるぐらいって言ったじゃん。そうだよね。調整にしちゃいけないよね。なんか登った後の下りのなんか補正知りたい。わかんない言ってること。うまいうまいうまい、ナイスタッチ。オッケーです。ありがとうございます。5でしょ、ダボ。ナイス。うまい今の。その、なんとかした後の補正知りたいって言ったけど、全然大丈夫だから大丈夫だよ。確かに。でもなんか強すぎたなと、どうしてるんだろう。みんなどんな。結局、あれじゃないですか、その前のイメージが残っちゃって、絡まってくるじゃないですか。うん、なんか前のイメージを、いかに消すか。そうそうそう、感じないじゃないのかなって思うけど。みんなどんなこと考えてやってるんだろう。今日帰ったら何のご飯食べようかなとかじゃないですか。
きまーす。はい、最終ホールです。はい、最終ここもね、覚えてるんですよ。最後しっかり行こうっていう時に、うん、みーちゃんはドライバーで、うん、あの辺に落ちたの。あの辺、あそこ ドライバー使ってますか。ドライバー使って、あの白くいぐらいで、森ちゃんがここでなんかあの崩れてた。崩れた膝カックン食らって勝手にカクンっつってまあ、他方向ですね。他のなんか苦手とかないかな。どっちかって左の方が嫌だけど、左に行くような方が多くないかな。片方向です。はい、はい、頑張ってください。はい、では、南の9番パー5、397ヤードですね。はい、ここはもう両サイド傾斜なので、まっすぐあの白旗狙っていきます。はい、うん、いいんじゃない。音はいいけどな、握っちゃったね。オッケー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 、行きましょう行きましょう。前回の5倍ぐらいは飛んでるから。確かに上達上達。グリーンまで305ヤードなので、そうですね、また道なりにまっすぐ狙います。うーん、厳しいけど頑張れ。うん、結構急ですね。うん、傾斜がちょっと傾斜が強かったね。ね、まだまだもう一回やるか。残り267ヤードとかなので、ユーティリティでもう一回いきます。さっきよりは傾斜が緩やかだから。うん、うん、いいんじゃないですか。当たり悪くなってね、まっすぐまっすぐ、事故なし。あ、やっと旗が見えた。本当だ。はい、グリーンまで189ヤード。はい、ユーティリティでまた行きます。はい、右にちょっとバンカーがあるのか。まあまあまあ、ちょっと左狙いにしますね。丘キックしそうだし、左行っても。うまい。うん、そっちにはでもバンカーが。あ、そうなの。あ、でもありそうですね。ありそう。あーんと、生きてそうですあ、リンゴルフのマーカーつけてくれてるね。そうですよ、可愛いですよね、うん、これ、非売ですか。非売か。結構前は多分販売してたと思うけど、もう今、うん、あの、なくなっちゃった。販売してたんだ。うん、もう今は販売してない。そうなんだ。あと61、ピッチング、フル。いや、合ってると思う。OPP かなって思いました、ね。OPP かな。フルではないかな。ハーフショットで普通の長さでいいような気がするけど。そう、だから、あ、さっき言ってたバンカーってあれか、バンカー。地図上で見えてたバンカー。あちらです。なるほど。行きます。はい。いい。おー、ちょっとちゃんと。おー、乗ってる。すごい。こう言いながらに乗りましたね。よしよし。ナイスです。結構まっすぐ行きましたかね。うん、向いた方向行きましたね。いや、これはちゃんと計算しなくては初めて丁寧に補足をして、はい、しかも逆からも、はい、逆からの方が分かりやすいんで、ラインを読んで、はい、なんで今までこれをやってないのかは分からんが確かに。曲がった。タッチだけだったね。うわ、ちょっと右だったな。ちょっと右だった。惜しい。悔しい。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。
はい、みーちゃんお疲れ様です。お疲れ様です、はい、ってことで、うん、まあ、ちょっと前回2ホール、はい、そのウォッチ GT4 の、うん、あの動画から少し日にち当たってるんですけど、残り7ホールやってみようっていうので、はい、まあ、合計9ホールスコアはいくつだったでしょうか。スコアが54です。すごはい。おお、じゃあ100キリとの時のリベンジをもう果たした感じですね。そうですね、結構差が縮まってますよね。縮まりまくってますね。ですよね。縮まりまくってますね。ですよね。先生いるんで。そう、先生いますので。実際どうだったですか。はい。いや、もう分かりやすい。とにかく分かりやすい。シンプルな表示だから、こうすぐにパッと見て残りの残ヤードとかも分かるので、なんかこう次のクラブとかもすぐにこう分かりやすいですし、で、あとはもう本当にデザインも丸くて可愛くて、女性の方すごい可愛いと思うので、ぜひ私みたいな初心者の方も上級者の方も買ってみてください。はい、はい、ありがとうございます。じゃあまあそんな感じでちょっとまあ久しぶりの登場って形だったんですけど、うん、はい、またなんかこうちょっと企画でマッチングしたら、ね、ぜひ、はい、お願いしたいと思うんで、よろしくお願いします。コメントも入れてもらえるとみーちゃん宛にね、はい、お待ちしてます。嬉しいです。嬉しいです。はい、って感じで動画終わりたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。